行きなさい、キアナ。みんながあんたを待ってるわ。私はあんたを見守り続けるから。これで会うのは最後だけど、さよならなんかじゃないわ。人生から太陽が消えたからといって泣いてしまえば、その涙で星が見えなくなってしまう。どう？いい言葉でしょ？タゴールの詩よ。ある夜に私は記憶をすべて燃やし、それから私の夢はきれいに見えるようになった。ある朝に私は過去をすべて捨て、それから私の足取りは軽くなった。これもタゴールの言葉よ。気に入ったのなら今度読んでみて。どうしたの、キアナ？まだ私の話が聞きたいの？立ち止まるのは良くないわ。ちゃんと言うことを聞いて、学園長を困らせちゃダメよ。まあ、あんたたちはもういたずらをするような年じゃないか。セーフレイヤでの日々はまるで昨日の出来事のよう。あ、私にとっては確かに昨日の出来事ではあるわね。あの赤のドレス、まだ一度も着ていないのに残念だわ。今のあんたたちはもう授業を受けなくてもいいのよね。これからは学園長を手伝ってあげなさいね。知ってる？学園長はたまに口が悪いけど、ちゃんとあんたたちのことを思ってるから。メイのことなら心配いらないわ、キアナ。あんたたちは最高のパートナーなんだから。ここで立ち止まってたらメイに追いつけなくなるわよ。私は物語の本じゃないわよ、キアナ。勇敢に進みなさい、キアナ。私の心はずっとあんたと一緒にいるから。これからもあんたたちの成長を見守り続けるわ。また夢の中で会えるかもしれないわね。未来に不安を感じるのは当たり前のことだから大丈夫よ。自分のやりたいことをやればいいの。忙しくてもちゃんとご飯は食べなさいよ。まあ、あんたの場合その心配はいらないか。入学したばかりの頃の訓練をまだ覚えてる？キアナ、あの時全員まとめてかかってこいって私が挑発したでしょ。そして誰も私に勝てなかった。でも今なら私よりずっと強くなってるわよね。これ以上ここにいたら仲間が心配するわよ。どうしてこんな時に限って些細なことばかり思い出しちゃうのかしらね。メイの手料理が少し恋しくなってきたわ。私は簡単なものしか作れないから。そういえば昔フカが麺料理を作ってくれたことがあったの。確か名前はサンダンミエン。信州の料理よ。もう長いこと食べてないからもう一度食べたいわ。昔セーフレイヤにいた頃、学園長にいろいろ説教されたわ。教師らしくしなきゃって分かってるけど、学園長だっていつもお菓子を一番下の引き出しに隠してるじゃない。実はこっそり何回かもらってたんだけど、学園長気づいてたかしら。教えちゃダメよ。ほらほら、これ以上話してたら
みんなの秘密をうっかりバラしちゃいそう。まだ時間がある、チャンスがあると思って、結局できなかったことがたくさんあるわ。もしやりたいことがあるのなら、先延ばしせずに思いっきりチャレンジするのよ。せっかくだからもう一つお話を教えてあげるわ。これは昔聞いたある物語よ、キアナ。自分が死ぬと分かった母親が子供のために手紙をたくさん書いて、毎年子供の誕生日になると手紙が届くようにしたの。そして子供へのプレゼントに、彼女はキャンディーを買うのに十分なお小遣いを手紙に入れた。子供が大きくなるにつれ、手紙に入ったお小遣いも増えていく。彼女はそういう形で子供の成長を見守ったわ。自分がいなくなっても子供の成長を励ます母親として、その子供時代を守れるようにね。残念だけど、今の私にはあんたたちにそういう手紙を残す時間はないわ。でもね、キアナ、私もあんたたちの成長を守ることはできる。あんたたちが私から学んだもの、引き継いだもの、それが私があんたたちに残したキャンディーよ。それはあんたたちが大人になることを助け、前へと進む力となる。それが私の存在した証。私がずっとあんたたちのそばにいる証よ、キアナ。もうあんたに教えられるものは何もないわ。この先どんな困難があろうとも、あんたは乗り越えられる。あんたなら正しい選択ができる。私はそう信じてるから。キアナ、あんたは私の誇りよ。